はい、これがトルタニ口古墳でございます。今日の最後の撮影ですがね、行ってみましょう。この古墳はね、おそらく大津の巫女の墓じゃないかと言われとんだけどね、午前中に二条山頂上大崎上がったんですがね、墳丘が見当たらないですね。墳丘ね、ここじゃないかと言われてるんだけど、どうなんですかね。1300年ほど前ですから、可能性って非常にその可能性が高いじゃないかと言われてるんだけどね。中の石棺なんかもかなりいいのがね、使われてますから。どこから上がるんだこれ。昔々ここから上がった記憶なんかあんねんけどね、上がれないね。こっちから行くか。それは声すんだけどね、人の声は。何やってんやろね。ああ、ここに看板ある。はい、看板。おお、鳥谷口古墳、はい。ああ、1300年、間違いないや。一辺が 7.6 メーター。古墳 7.6 メーター。せっかくこうぞ、ちょっと見上がってみよう。草ぼうぼうでございます。あんまり人が歩いてないね、これ。これなんだ、犬の鳴き声がしとんだけど。いやー、もう階段しんどいわ。最後や、頑張れ。今日最後や。窓辺や、石棺が見えるらしいんやけどね、ずいぶん昔やったな。昭和の時代やったよな。ちらっと見に来たことあるんだけど、マウンドなかったかな、あの頃。階段がスローマスは。おう、よいしょ。おお、ここに石碑が立ってるぞ。なんだ、昭和61年。もうね、看板が見えなくなったんだよ、これ。7世紀後半。後半頃。こんな合うね、年代は。はい。これ、石棺見れるんだよ、これ。きれいに切ってますからね。うわ、あれまで切ってるんかいな。いや、横は攻めんねな。攻めで固めてあんねや。どうなんだろうかね。大津の巫女の巫女さんの墓かもしれんな。ということなんだけどね。そりゃそうやろな。あの二条山の上に、こんな大きな石運べないやんな。そういうことかな。そういうことを考えるとそうかもしれんな。ちょっと一周回ってみよう。回れるかね。上ね、こんなんやけど、あの頃はこうやってね、上にモルツでやってたんでね。で、尾根の先端、最先端やろ。まあ、興奮作るのは間違いないね、こんなところにね。あら、中登られへんねんな。前は登れたんやね。相当大きいけどね。7.6 メーターでもっと大きいんちゃうの、これ。ちょっとわからんな。こっから7.6 メーターやったらな。こう踏むやろ。ちょっと形がいくつになってるかわからんけどさ。なんか掘ってんね、これ。なんだろう、こんなとこ。イノシシ掘ってんの。足跡が残ってないね。イノシシにしてはね、足跡が残ってないんだけど、これは分からんな。1、2、3、4、5、6、10箇所くらい掘ってんだけど、これイノシシじゃなかそうやわ。足跡もないしね。砲墳が 7.6 メーター。ちょっとわからんな、これじゃ。見たくじゅ、この雰囲気はね、円墳なんだけど。丸くなってんだけど。土台から丸、下の土台から丸くなってんだけどね。ここから上がれたんやな。ここから上がってどこ行くの。人が歩いてないんだよ、ここ全然。あ、まだ踏んでてきた。
ここに出てきたんですよ。ほら。ということは、この上でな、確認取れんな。そういうことか。この上だけで 7.6m の方法があったってことかね。なそういうとこ行ってみましょう。わからんので。石棺きれいに残ってます。これ二条段からね、石切り場があります、二条段中腹にはね。はい、じゃあ、もう階段降りるのに痛いわ。足がね、下こっちはあるか。歩かれへんか、こっちかな。なかなかな、みんな消えへんな、こんなとこだよ。ここはね、バーベキューができますよ、ここでもね。これなんだろうな、何の施設だろうな。何も書いてないんだけど、剣がどうのこうのじゃあれをね。やっぱ階段を選んとね、滑るわ。大宮古墳でございます。昭和の時代やったよな、これ。見つかったんが。県の指定になってるけどね。